こんにちは。こんにちは。シラスヨガマ店のイヤオちゃんです。お久しぶりです。お久しぶりですね。めっちゃ久しぶりに飛びましたね。本当ですね。今回久しぶりに飛んだ理由じゃなくて飛んだ理由じゃないですね。出てきた理由としてましては、はい、こちらの車、はい、新車のハイエースなんですけど、はい、愛様というお客様の、ハイエースになります。はい、今回こちらの車ですね、ちょっとご納車の本当直前なんですけど、うん、実は愛様の方が、自分の動画の方を見てくださってまして、あら、でそれでまあちょっとご来店いただいたっていうのがあったんで、実はもうご契約させてもらったあたり当初から、まあ、ちょっと撮らせてもらいたいなっていう思いはあったんですけど、はい、ただまあ当然その時期ってまだまだハイエースがいつ来るかわからないっていう時期だったんで、ちょっと今回納車の直前にちょっと愛様の方にご連絡させてもらって、ぜひ撮らせていただけないかとお願いしましたら、ご快諾いただきました。あー、よかったです。なんですよ、なんで今回こちらの愛様の車両ハイエースご紹介させていただこうと思いまして、久しぶりに出てきました。おー、よかったです。なのでこれから早速ですねご紹介していきたいと思いますので、皆様お付き合いよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、では早速紹介していきたいと思います。お願いいたします。愛様のこちらのハイエースなんですけど、はい、グレード的にはスーパー GL のダークプライム2、うん、まあ、一番人気のグレードですね、はい、の方になってまして、今回 CRS パッケージご利用いただいてます、うん、なのでちょっと入っている内容であったりとか、まあ、今回選んでいるホイールだったりとかですね、ご紹介していきたいと思いますので、はい、まず早速なんですけども、こちら、はい、まあ、もうパッケージというかも CRS といえばなんですけど、はい、こちらのフロントリップスポイラーバージョン4入れさせていただいてます、はい、いいですね。やっぱりこれ下がり幅だったりとか、はい、出幅だったりとかすごくちょうどいいんで、うん、かっこよくなりますし、そうですね、はい、こちらのパッケージにも入ってますし、まあ、他のパッケージにも入ってるのもあるんですけど、うん、CRS パッケージといえばというこのバージョン4のリップスポイラー、そうですね、入れさせてもらってます。おでですね、はい、次なんですけど、はい、まあ山ちゃんの動画見てる方、はい、お前やっぱりそうだなって言うかもしれないんですけどうんうん、うん、こちらのホイール、もう山ちゃんが常にお客さんと、実際ご来店いただいたお客さんと話してても、はい、おすすめのホイールって何ですかって言われたら、まあ、これ EC ですねって言ってるんですよ。はい、即答ですね。で動画見てる方は、あ、やっぱりそうなんですねってよく言ってくださるんですけど、はい、実際自分はこれをホイールが一番好きなんで、うん、なのでこちらの EC、今回は EC17 インチのハイパーグロスのカラーですね、はいはい、このカラーリングやっぱめちゃくちゃいいんですよね。いいですね。本当もうお客さんによくお話させてもらってるんですけど、はい、実際の色は全部一緒なんですけど、うんうん、光の当たり具合で中の方がちょっと黒くなったりとか、そういう見え方をするカラーリングになるんで、確かにすごいこれおすすめです、うん、でタイヤですね、まあ、これも結構ここ最近やっぱりつけること多いんですけど、はい、横浜のパラダ入れさせてもらってます。おこの組み合わせですね。いいですね。でちなみにローダウン2インチですね。おやっぱりこの17インチのアルミのこのまあタイヤ外形に合わせて2インチローダウンってやっぱ一番サイズ的にはちょうどいいと思うんですよ。綺麗ですね、はい、でなおかつ、まあ、普段使いにもまあちょうどいいですし、はい、見た目的にもやっぱりここのフェンダーのタイヤとフェンダーの隙間が埋まるんで、うんうん、まあ、ベストチョイスなのかなというところになります。さすが、こちらのそう、こちらの方もこの CRS パッケージに入ってる内容、はい、まあ、メインはこの辺りですかね。そうですね。で実際 CRS パッケージって他にもいろいろと含まれてます。そうなんですね。で今回の愛様の車両なんですけど、はい、中の方で、実はそのパッケージからちょっと変えてるところあります、はい、結構お客様からそのパッケージの内容って変更できるんですかって聞かれることがあるんですけど、変更もできます。できますね。なのでちょっとこの後ですね、そちらの方紹介していきたいと思います、はいはい、では次内装の方に行きたいと思います、はい、こちらの、まあ、CRS パッケージになりますので、CRS の方で出しているシートカバーの方ですね、はい、入ります、うん、これ結構やっぱり皆さんから評判いいんですよね。あ、ですよね。普通に例えば CRS で購入してないお客さんとかでも、はい、シートカバー欲しいんですって来られる方結構いらっしゃるんで、あ、確かにこちらもおすすめのパーツになりますね。いいですね。で、こちら、まあ、ちょっと見ていただくとなんですけど、本来 CRS パッケージの場合ですと、はい、まあ、10.1 インチ等のフリップダウンモニターつくんですけど、はいはいはい、今回愛様に関しましては、はい、こちらのアルパインの 12.8 に変更させてもらってます。お、まあ、ちょっと今エンジン入れてないんで画面は映らないんですけど、はい、画面をさらに大きくさせてもらっていて、はい、でパッケージには入らないんですけど、こちらの天井スピーカーを追加で入れさせてもらってます。大崎やっぱりこれ施工する方すごい増えてるんですよ。そうですね。で横浜店の方でも、まあ、以前は
天井スピーカーの耐久年数だったりとかそういうのが分からなかったんで、うん、まあ、ちょっとお客様にやっぱり勧めづらかったっていうのもあるんですけど、うん、まあ、ここ最近よくつけていて、まあ、なんか落ちてきたりっていうのがあるわけではないので、まあ、注意点は当然あるんですけど、うん、まあ、結構つける方多いです。そうですね。でなおかつやっぱり音聞きやすくなるんで、はい、おすすめにはなります。おでこちらの方、変更ですね。まだこういった形でパッケージの中でも例えば大きくするとか、はい、変更もできます。おで山ちゃんのお客さんだと結構アルパインのビッグ X 入れる方多いんですけど、はい、今回愛様に関しましては、はい、まあ、ちょっとそういう大きい画面あまり好きではないということだったん で、はい、でナビの方もですね、これ実はアルパインの製品になってます。お MX シリーズですね。で7インチのものになってまして、はい、今CRS パッケージの方ですとカロッツェリアのラクナビ入れさせてもらっていて、はい、ちょっと前はパナソニックのソラーライでしたんですけど、ちょっとそのあたりが今年に入ってからですかね、はい、変わってまして。そうです、ね、でただこういった形でアルパインにしてあげると、はい、こういった形アルパインとアルパイン、うんうんうん、フリップラーモニターの方の合わせられる形になるんで、はい、こういった変更もできます。なんでサイズを大きくするっていうのもできますし、うん、こういうふうに同じ7インチでもメーカー変えるよっていうのもできます。まあ差額等が発生した場合はちょっとそういった部分はあるんで、そこはちょっとお見積もり次第なところやなるんですけども、はい、ね、これが入ってきます。でですね、こちらちょっとめちゃくちゃちっちゃいんですあれなんですけど、もともと CRS パッケージの方には USB ポートですね、はい、入っていたんですけど、今こちらの HDMI、うん、接続のものも付属される形になってますなんでちょっとここが以前と変わってるところですね、うんうんうん、で今回はまあアルパインの方のものに合わせてアルパインの製品入れさせてもらってます、うん、なのでこちらで動画の視聴であったりとかそういったこともできるようになるんで、まあ、スマートフォンに連携する形ですね、はい、なります。あそういったものも入ってます。じゃあ車の中で山ちゃんの動画も見れます。お最高っすね最高っすね。であと、まあ、ちょっとごめんなさい、一応向こうの方なんですけど、はい、スマートフォンの、ごめんなさい、スマホルダーですね、はい、スマートフォンって言っちゃったから止まっちゃったんですけど、スマホルダーも入ります、はい、で、まあ、パッケージこれだけじゃないんですけど、次ちょっと後ろ側に行きたいと思います。はい、はい、ではこちらですね、フラットベッドキットになります、はい、こちらもパッケージに含まれている商品ですか、まあ、内容になります、うん、でこのフラットタイプのベッドキットなんですけど、はい、まあ、以前はカスタムベッドキットっていうのがあったんですけど、ちょっとそちらの方が作れなくなってしまって、うん、こちらのフラットベッドキットの方がメインになってます、うんうん、で以前からありますウレタンなしのものも当然お選びいただけるんで、はい、そちらに変更することも可能です、はい、で人によっては、まあ、お仕事で使う方だったりすると、いやベッドキットいらないんだよねっていう方も、ね、いらっしゃるんで、うん、そういった場合はレスにすることもできます、うんうん、で今回愛様に関してはこちらのベッドキットの方そのまま付けさせていただいてという形になってます、はい、でフラットタイプのベッドキットというか、まあ、ベッドキットなんですけど、うん、5段階で高さの調節もできますので、はい、まあ、そういったいろんな仕様の用途に合わせて高さを調節するっていうこともできます、うんうんうん、いいですね。でハイエースの場合ですと2列目のシートを倒してあげると、まあ、若干段差はできるんですけど、うん、そこの場所までセカンドシートを倒したところまでもベッド用として使うことができるんで、結構長さは取れる形になってます、うんうん、そうですね、はい、まあ、こういった形のフラットタイプのベッドキットの方も今回愛様の車の方は入れさせてもらってます、はい、で、まあ、パッケージの内容に関しては以上になりますので、ちょっとまた前の方に戻りたいと思います。はい、はい、こんな感じでちょっとご紹介させていただきました、うん、まあ、今回というかここ最近やっぱり新車のハイエースってなかなか入ってこない、うんうん、っていうことがまあ結構ずっと続いていて、で自分もやっぱり正直こう CRS パッケージだったりとかってそういうパッケージで車を作るってこと最近なかなか、まあ、入ってくる車に関してなんですけど、お客様から受けてる内容に関しては当然やってるんで、うん、はい、そういったのがなかったんで、うんうん、ここをあえてやっぱり CRS パッケージで作ってるこちらの愛さんの車ですね、まあ、紹介したいなっていうのもあったので、結構まあ、当然 CRS を知ってるお客様に関してはこういうパッケージも見てもらってるんですけど、うんうん、まあ、今までやっぱり知らなかったっていう方がパッケージってどういうの入ってるのっていうのがこう動画で分かるかなっていうのもあったんで、そうですね、まあ、そういったのも含めてでちょっと今回愛さんの車を紹介したいなと思いまして、うん、まあ、一番は山ちゃんの動画見てくれてるのが一番理由としては大きいんで、うんうんうん、ぜひとも撮らせてほしいっていう話だったんで、自分の中では。そういった形でちょっと今回ですね、愛様の車両の方をご紹介させてもらおうと思いまして、はい、久しぶりに動画に出させていただいております。あ感じましたね。うん、まあでもね、まあ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 、それも山ちゃんということで。そうですね、はい、まあ、ちょっとこういった形でですね、当然まだまだ新車が発注できる状況ではないっていう今この時期
なんですけど、うんうん、今後またそういった発注ができるようになってきたらこういうシリアスパッケージで作ったりっていうのもできるようになってくると思うんで、うん、まあ、その時は改めてですね、またこういった形の動画だったりとか、うん、まあ、ショート動画はちょっと自分出ないですけど、うん、あのそこはちょっと苦手なんで、ごめんなさい出ないんですけど、はい、まあ、そういったのも出していこうかなと思ってるんで、はい、まあ、今後もですね、ご紹介できる車両であったりとか、うん、お客様の方で、出していいよっていう方があれば、うんうんうん、ちょっとそういった形でまた動画撮っていきたいなと思っておりますので、はい、ぜひですね、皆様また次もお付き合いよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、本日はありがとうございます。ありがとうございます。